所属チームと名前お願いします。サンフレッチェ広島レジーナの金野ゆかりです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ早速いきます。はい。自分の性格を一言で言うと、めんどくさがりや。そうなんですか。そうだよ、タイプなんかめっちゃ豆なイメージです。もう豆の間の字もない。どういうのがめっちゃいって思ったんですかどういうのが、なんだろう、なんだってめんどくさいよ。そんな何もしなくていいって言ったら一日もずっとぐーたから。すいません、ちょっと待ってくださいね。今電波が、あ、大丈夫です。すいません、すいません、もう一回お願いしていいですか。今んとこせかせかとかはあんまり好きじゃなくて一日中ぐーたらできます。めっちゃ意外。だいぶ違う。まずい。ちょっと待ってください。すいません、すいません、ちょっと待ってください。もう一回言った方がいい。すいません、お願いします。すいません。一日中ぐーたらできます。めっちゃ意外です。せかせかすんのあんま好きじゃないです。はい、次行きます。はい。口癖はめんどくさいかな。マジっすか。なんかこうちょっとめんどくさい人とかもいるじゃん。そういうのもなんかちょっとめんどくさいなとか言っちゃう。ああ、そうみたいな。ですよね。はい、なるほど。はい。最近ハマってるものは？キングダム。映画見ますか？どっち。かぶっちゃうんですよね。映画は2は見てない。まだ見てない。1は映画見てて、ずっと漫画見ろってこう勧められたりしたんだけど、いろんな人に。全然見てなくって、最近なんかのきっかけで見るようになって、今あのアニメ見てシーズン1が終わって2に差し掛かったところです。見た？漫画見ました。漫画の方がいいよね。でも漫画めちゃめちゃいいです。ちなみに一番好きなキャラクターは誰ですか？今まだ王騎将軍であれしたとこだったから、よかった。あれよかったですよね。映画とかやってんの？そっちもやってない？さすがにキングダム。あ、でも日本の映画やってる映画館もあるんですよ。へー。だからこの間日本の映画見たりしたんですけど、でもキングダムはやってなかったです。でも漫画読んじゃったらさ、なんか見たくないってリカが言ってた。漫画がいいからって。わかります。でもね、結構自分漫画読んでから実写版見るの好きなんですよ。ああ、じゃあいいか。だから今例えば六本木クラス始まったじゃないですか。あ、うんうんうん。だからイテオンも見たじゃないですか、イテオンクラス。うん、うん。だから六本木クラスも結構楽しいなんですよ。めっちゃ楽しいね。面白いですよね。めっちゃ好きで、どうなっちゃうんだろうなって思ったけど面白いわ。イテオンクラスも見ました？見た。めっちゃ好きで、見てめっちゃ好きで、うわこれどうなっちゃうんだろうって思ったけど、いいね。六本木もで、いいですよね。いい、ね、もーってなる。見てもまんまですよね、もう。すごいよね。すごい。すごい。じゃあ次いきます。はい。このオフ一番の思い出は？懐かしのメンバーに会ったことかな。はい。まあ、あれは、はい、何人かと昔のメンバーに会って、久しぶりに会ったし、久しぶりにこう集まった感じだったから話は止まんなかったし、アッスーの話も出たかな。マジっすか。いや忘れちゃった。え、みんなそれぞれ喋ってるから。あ、いい話ですか。それはどうだったかな。絶対良くないか。いやでも楽しかった。いいな、行きたかったです。誘われてないけど、いたらみんな誘ったよ、そりゃ。はい、めっちゃ行きたかったです。ぜひ次回日本にいるときにお誘いお願いします。それは川澄にお願いします。了解です。あと瑞穂と、瑞穂ちゃん会いたい。個人的なやつじゃん。はい、個人的に。みそが OK したら OK じゃん。はい、OK 絶対もらいます。頑張って。
はい、次いきます、はい、行ってみたい国は。行ってみたい、行ったことないところってこと。行ったとこないとこでもいいですし。ブラジル。ブラジルは行ったことないから行ってみたい。やっぱりどんな風なサッカー見てみたいし、ヨーロッパはやっぱりスペインに行きたいかな。はい、はい、好きな食べ物は。韓国料理。ちなみに羨ましいよ、いつも二人の見てたら。もう本当に金賀さん辛いの行きますもんね。うん、辛いの好きだからめっちゃ羨ましいだと。あのさ、二人がめっちゃおすすめしてたさ、なんか何鍋なんていうの、なんかなんかコブセって言うんですよ。あ、そう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 それ、あれめっちゃ食べたかったわ。金賀さん絶対好きですあれ。最高って、もう分かる、美味しいってもう分かる。4段階あるんですよ辛さが。うん一番辛いやつを食べてほしいんですよ。それアス、それ行くの。アスナ行けます。いやすごい、何個はいけないんですけど。どれぐらい行けます？うち金賀さんの辛いのレベルわかんないんだけど。いやでもなんか 弱くなってる気がする。あ、あの食べ慣れてなくて。いやもう4は絶対行かない方がいいです。泣きますよ。いや、まあ、美味しく食べたいからもうちょい抑えようかな。えでも金賀さん、え、めっちゃ辛いのいけるイメージあります。辛いのでも好き好きですよね。ちょっとやっぱ辛くないとなんかちょっと物足んない的な感じはあるかもしれない。え、だから絶対4ですよそれは。まず3で楽しみたい。3でも10分楽しめます。あ、そう、はい、じゃあ連れてってください。いやマジでマジで来てください。絶対、あ、マジで行きたいよ。あのいろんなとこをちょっともう案内したいです。胃袋強化していくわ。あ、ぜひ、そうですね、日賀さんまずここの強化をお願いします。あと、めんどくさいって言わないようにだけ。はい、それを許して。すごいね、スケジュールびっしりなんで。マジかよ、はい、休憩挟んで、スケジュールの中に休憩挟んでくれたら。あ、もう分刻みなんで、そこは。やだやだ、一日だけで。じゃあ一日だけですか。レディっていうの、あのアイデアあるんですけど。アイデアだけじゃちょうだい、こっちでチョイスするから。わかりました。じゃあ次いきます。はい、昔していた習い事は。水泳。ちなみに一番得意な種目は何ですか。ちっちゃすぎて忘れちゃった。でも一応バタフライもちゃんと泳げる。なんか選手コースみたいなのまで行ってやめたから、一応全部は泳げます。泳げた方がまあ何かと、うん、まあいいよ、困んない。いやかっこいいです、はい、泳げる。え、泳げないの。あ、平泳ぎはできます。え、クロールは。クロールはちょっと苦手です。どういうこと。大体クロールができるんじゃないの。いや、クロール結構難しいんですよね。あ、そうなの。いや、泳げないんです。平泳ぎも泳げてないです。あ、そうなの。嘘、浮かべてるやん。え、何、嫌いとか怖いとかじゃなくて。全然大好きです、海。ああ、そうなの。ただ泳げないだけ。はい、だから今度レッスンお願いします。そんな上手くないから、まあ私でよ、私でよければ。はい、特別レッスン待ってます。いつでもどうぞ。次いきます。はい、自分の直したいところは。直したいとこ、え、なんかめんどくさがりなとこじゃないかな。いや、もう本当にあのそれこそ分刻みっていうか、しっかりきっちりやりたい。何でもきっちりやりたいけど、ちょっとなかなかね。じゃあやっぱり分刻みでいきましょう。一日だけする、一日だけ。次の日はちょっと自由時間ちょうだい。隠しないといけない。じゃあ一日分刻みでやって回復して、また次の日一日刻みでやりましょう。あ、うん、それ2日目に悩ましい。わかりました。でもそんぐらいでも引っ張られた方がいいかもしれない。自分じゃせかせかできないし。はい、だってね、せっかくこう遊びに来てくれるわけじゃないですか、韓国に。そしたら満喫してほしいんですよ、めちゃめちゃ。満喫できるよ、ちょっとしたら。いや、分刻みじゃないと満喫できないんですよ。嘘、そんなにあんの、楽しむとこ。すごい。ありますよ。いや、なんて、美味しいもん食べれたらいいもん。はい、美味しいもん食べて、あのいろいろなんかアクティビティなこともしたいじゃないですか。いや、赤すりでいい、アクティビティ。以上、了解です。じゃあ赤すり上手なとこ調べておきます。お願いします。次いきます。はい、一度やってみたい仕事は。一度やってみたい仕事、ピザショップ。ピザピザ作る人だ。
あの釜で焼くピザですか？釜で焼くピザ。そうなんだ。なんか僕めっちゃピザが好きとかそういうわけじゃないんだけど、なんかなんだろうね、なんかぼんやり憧れが。知らんかった。そしたらあのもし引退したらピザ職人になるとかいうあればあるんですか、考えも。なくはなくないけどでもやってみたいなとは思う。面白そうだなとか。はい、はい、そう思ったきっかけは何ですか？なんか別に料理全然得意じゃないし作りもしないんだけど、料理作るのを見るのと か, なんかそういうのが好きなんだよね。見てんのが好き。別に作るのは別になんだけど、まあ、ピザもなんか見てんのが好きで、あの知り合いの人のとことか行ったらこうピザ窯の前の席とかがあるんで、そこに行きたいなとか思ったりとか、なんかそういうのでなんかちょっと憧れというか、いいなって、かっこいいなって。アズーリ行ったことあるよね？あります。なおこも ある。そうだから、はい、アズーリ行ったらピザ窯のあの近くで見たい。見たいですよね、ああいうの見たい。わかります。金田さんピザ作ってたらかっこよさそうじゃない？それ何それ、意味わかんない。そう、あのピザを作ってる金田さんを見に行きたいです。何それ意味わかんない。ただただ下手くそなやつだから。いや、金田さんのピザを食べたいとかじゃなくて、金田さんが作ってるのを見ることを見に行きたい。それはいつでも提供できる。多分美味しくない、美味しいとか知らないけど、それはいつでも見せれるから。いや、じゃあぜひお願いします。食べに行きます。頑張るお願いします。はい、次行きます。はい、座右の銘は？ありません。ないんですか？ないね。あまりそういうのたまにやっぱ聞かれるけど、ないんだよね。はい、そしたら例えばなんかちょっと、まあ、挫折じゃないけど落ち込んだりした時はどういう風にするんですか？なんか挫折、まあ、落ち込む、まあ、挫折はあんまないんだけど、まあ、落ち込んだ時とかはその状況を楽しんでやっちゃえばいいかなと思って、まあ、どんな状況になっても、まあ、これまでも、まあ、怪我もあったし、まあ、海外行って全然違 う, こう条件だったりとか全然違うこうなんかあったりとかいろいろあったけど、まあ、なるようにしかならないっていうのは確かに自分の中であるかもしれないから、まあ、そうなった時に、まあ、何だって楽しんじゃうかなとは思ってる。ありがとうございます。そしたらここからサッカーモードにチェンジするんで、サッカーの質問に、はい、一回サッカーモードってやってもらっていいですか？何それ、みんなやってんの？それみんなやってます。もちろんやってます。ちょっと待ってください、金田さん。さすがに金田さんには言わないだろうと思ってたんですけど、出すな。あ、やってんだ。でも本当に何どうやってやったらいい？サッカーモードです。サッカーモードございます。これでいいですか？金田さんがやってくれたらもう他の人は全員やんなきゃいけなくなる。もう強制なんで、これは。はい、すいません、強制してもらってありがとうございます。じゃあ、いきます。2人のためなら、はい。サッカーを始めたきっかけは？サッカーを始めたきっかけは、まあ、お兄ちゃんがやってたのと、まあ、周りが男の子の友達ばっかだったんで、まあ、それで遊ぶ延長線上にサッカーがあったっていう感じです。影響を受けた指導者は？指導者、はい、まあ、星川さんかな。あの理由も教えてもらっていいですか？まあ、やっぱ選手だったら使ってもらったっていうのは大きなものっていう意味では、やっぱ使ってもらえた監督だし、まあ、それ以外にもなんかこう上手いなって思うことが いろいろあって、指導する本当に指導の内容はすごい濃かったし、こうメンタル的な、なんて言うんだろう、チームのこう持ち上げ方とか結構きついことも言うけど、なんかこう送り出すときは結構みんなのことをいつもとは違 こうギャップを見せて、こう自信持たせるような言い方をしたりだったりと か, なんかそういうところもうまいなって思ったかな、はい。子供の頃の憧れの選手は？あんまりそういう人がいなかったんだよな。なんかこの人が大好きでとか、サッカーめっちゃ見てとかじゃなかったから、この人っていうのはいなかった。ただベッカムが出てきた時は、この人かっこいいなと思って、蹴るの上手だなみたいな、そういうふわっとしたのはありました。髪型真似しましたか？してない。なんかそういうんじゃなかったわ。本当に美男というか、はい、
かっこいいなっていう覚えてるかな。マジかっこよかったです。女子サッカー選手でなんか身近に接することとか、なんか小さい頃もそうだし成長していく過程であるじゃないですか。なんかそういう時にパッてなんか衝撃受けた選手とかっていますか？あの本当にほとんど、それこそ小学校の時とかは女子サッカーチームがあるって知らなくて、女子サッカーっていうものが知らなくて、本当にこう身近に女子サッカーがなくって、まあ、ベレーザ入った時に澤さんがアメリカから帰ってきて、まあ、あれだけの本当にすごい人だったのにすごいフランクに接してくれたっていうのは結構衝撃的だったかな。外から入ってきた自分とか若いかったし、それでもなんか全然こう偉そうにしないというか、そういうフランクな感じがすごいというか、まあ、ありがたかったしかっこよかったなってのを覚えています。次いきます。アウェーの試合に必ず持っていくものは？絶対持っていくもの、はい、iPhone 財布そんななんか絶対これじゃなきゃやだみたいなのはあんま持ってない、うん、これじゃなきゃダメだみたいなのはなんかそういうの作っちゃうのもなんか自分気にしちゃうから多分嫌だし、逆に、まあ、性格的にも忘れちゃったりもするからなんかあんまりそういうないかも。絶対はじゃあルーティーンとかも作らへんってことですよね？ない、ほとんどない。まあその今とか生活のリズムとかはだいたいこう同じようにはするけど、例えば起きるのを5分遅かったり早かったりとか10分早かったり遅かったりとかは全然あるし、朝ごはん何食べなきゃいけないとか、その時にこういうものを食べようっていうのはある程度決めてるけど、じゃなかった時は別に絶対するじゃなきゃみたいなのはないかな。臨機応変ですね。臨機応変、なんかない時に困るから、ね、確かにこだわりもそんなないし。それって海外行ってから変わったんですか？前日本にいる時からずっとそうですか？もともと多分そうで、海外行ってもっとなったかもしれない。まあ食べ物に関しては何でも食べれるし、まあ、そのキチキチしてないっていうところで、こう時間とかも別に絶対ここまでに何するとかなんかしないんだけど、ある程度自分のこの許容範囲はこう決めてるかな、なんとなく。そうです。はい、ありがとうございます。次いきます。自信のあるプレーは？オーバーラップかな。最近ずっと中盤やってるから、まあ、なかなかあんまりないけど、まあ、やっぱ自信があるってなったら、うん、オーバーラップしていくタイミングとかはなんか自分の感覚があるかなとは思ってます。なんであんなに上下動できるんですか？死ぬほど走ったからかなやっぱそうですよねいやでも若い時だったから、ベレザーの時に本当にすっごい走った時期があって、その時はもう本当にもうやばいなって思ったけど、なんかその走りをする前に代表行った時と、それをやってから代表に呼ばれた時は、うん、もう走れるキャラになってたし、実際自分も走れたし、それが実際強みになってきたから、もうやっといてよかったなって今だったら思うかな。努力は嘘をつかないですねそうですね努力っていうかはい、どうぞどうぞ。私の座右の銘ですそうです、じゃあそう付き合わせありがとうございますありがとうございます。こっちも共有してもらって共有じゃないですよ、許容ですよ許容すいません、許容が多くて。いえいえ次いきます。はい、一緒にプレーした選手で印象に残っている人は？チッソヨンですかね。理由をお願いします。やっぱりいろんな意味ですごい選手って一緒にやってきたなって思って、しかもいい時代にやってきたなって思ってるんだけど、日本人 の、 あの選手でもね。ただソヨンに関しては本当20歳ぐらいの時のソヨンとやって、もうその時に結構完成されてたと言ってるっていうか、まあ、今はもっとすごくなってると思うんだけど、何やらせてもうまいというか、パスもシュートもドリブルもで、まあ、サボってたけどあの時は、まあ、守備やらせても上手かったし、結構衝撃的だったというか、この前あの日本と韓国やってた時にやっぱ一人別格だなって思ったし、なんかこう一緒にやってたから若い子になんかちょっと自慢したくなるっていうか、セラのことを昨日の見たって言って、あ10番すごかったよねって言った時に、やっぱ若い子はいやもうすごくて本当になんか釘付けになりましたって言ってる選手とかいて、なんかこっちが嬉しくなるとか
あったけど、いや本当に衝撃を受けた選手かなと思ってます。ソーンが韓国に戻ってきたんで、ぜひ韓国にも見てください、うん、いや本当行きたいよ、本当に行きたかった。このオフもソーンにはずっとチェルシーロンドン行くってずっと言ってたけど、行けなかったから、結局さすがにね韓国には行きたいな。お願いします。はい、次行きます。はい、ウィーリーグ1年目の感想をお願いします。チームとしては荒波だったなというか、もう本当にこういう感じでいい時もあったし、なかなか勝てなかったりとか難しい時期もあったり、うん、すごいこう今までには経験したことない波を感じた1年目だったなと思ってます。 ウィーリーグ全体的な、なんか感想とかってありますか？リーグは、まあ、正直に言えばもうちょっと盛り上がりたかった、盛り上げたかった、盛り上がってほしかったのが正直なところ。やっぱ始まるって聞いた時はすごいワクワクだったり期待が本当に大きかったから、まあ、それを思うと実際厳しいところもあったかなって思うけど、ただ、まあ、こういう1年目にこう苦しいのをどれだけこの先につなげられるかっていう方が大事なんじゃないかな。1年目でバーンって盛り上がってそこから終わっちゃうよりは、このいう現実を見て着実にこう育っていくというか、リーグがそっちの方が大事かなとは思ってます。はい、 WE リーグは10年後どうなってると思いますか？アジアの女子のリーグの中でナンバーワンにはなってほしいなと思ってます。まあ、今どの位置にいるのかはちょっとわからないけど、そんでどの意味でナンバーワンかはちょっとわかんないけど、まあ、サッカーのレベルも、まあ、集客も、まあ、いろんな意味でこうアジアで一番になってほしいな、必要があるかなと思っています。女子もあれがあったりですよね、あの男子みたいに AFC みたいな。うん、それはもう本当に本当に思う、ね、やっぱり自チームで海外のチームとやることってね、女子でアジアにいたらほぼないし、昔ね、モブキャストだったかな、なんかそういうのでやった時とかも、まあ、リオンとやったりとかもしたし、なんかああいう機会って本当にすごい、代表とやるのとまた違うし、うん、あれは結構、まあ、リーグもチームも強化されるからいいかなとは、うん、思うから、ぜひどこにお願いしたらいいかわかんないけど、ぜひキングさんから提案お願いします。でもベレーザ行きますよね、アメリカの。ああ行く行くね、8月かな、ね、うん、ああいうのでも、うん、いいなと思う、うん、やっぱり全然違うからね、やっぱリーグの感じとは、うん、ちなみに言っていいですか？はい、ナホのね練習場にね、うん、バルサが練習しに来るらしいんですよ今、アメリカツアーしてるじゃないですか。うん、やばくないですか？マジでやば、やばいっすよね。うん、羨ましい、これ羨ましすぎ。超いいじゃん、はい、毎日行っちゃうね。ね、練習見れるっていいよね。練習見んの好きなんだよね。わかります、練習最高、練習が見たいよ。うん、練習が気になります、何してるんかね、うん、何してんのかね、わかるわかるわかる。だから名古屋にしっかりあのムービーとか撮ってもらいましょう。本当だね、それは共有してもらおう。はい、それは共有です、もちろん共用もします、撮れすいません余談挟みました、次いきます。はい、 WE リーグと海外プロリーグとの違いは、盛り上げ方、出し方はなんかちょっと違うかなって。なオーストラリアにいる時も、この時はなんかオーストラリアってそんなに大きいリーグじゃないんだけど、やっぱそれでもやっぱ出し方ってすごい上手かったし、なんか多分いろいろこう練られてるなっていうのを、まあ、リーグにもチームにも感じたし、やっぱりかっこいいものっていうか、アスリートサッカー選手がすごくかっこよくこう映るように、あの見せてるのが上手だなって思って、まあ、そこは少しこう、まあ、ウィーリーグにない感じかなと思ってます。それめちゃめちゃ思うんですけど、アメリカとか見てもめっちゃかっこいいじゃないですか。ああいうのって日本人はどうしたらいいんですかね。どうなんだろうね、まああのさ、まあ、スタイルがどうのとかさ、まあ、やっぱね憧れがあるから余計かっこよく見えてるっていうのもあるかもしれないけど、まだ出し方はかっこいいよね、やっぱちょっとなんて言うんだろう、まあ、作られてるといえば作られてるのかもしれないけど、まあ、あれぐらいやってもいいかなと思うしね、試合の持ってき方のこう出し方とか、例えば試合会場にバスが到着しますっていうこのなんか出し方とかもなんかこう違うというか、そこを
どれだけプロが入ってるのかなっていうか、そういうのに日本が E リーグがどれだけそういうところに力入れてるのかを私も分かんないからあれだけど、もっとこう専門的な人、全然サッカーと関係なく専門的な人がもっと入ってってもいいのかなとは思うけど。確かにそうですね。なんかもうそれをかっこよく見せてくれるような専門的な人ですよね。うん。うん、CM 作る人みたいなのとか、そういう、わかんない、映画なのか CM なのかわかんないけど、そういう制作の人たちが全然サッカー関係なく、この素材をかっこよくこう見せるための専門の人が、なんか入っても、なんか違うんじゃないかなとは思うけど。確かに、ほんまにそう思います。はい。これサッカーモードの最後なんですけど、ラストの質問で、 W リーグに今後期待することは。大物外国人選手獲得。例えば名前挙げてもらえますか、選手の。チソヨン。おぉとか、はい、まあ、やっぱアメリカン選手とか来てほしいよね。ヨーロッパだと誰なんだろう、サム・カーとか。オーストラリア人だけど。え、そしたらその選手たちと同じチームがいいですか、それとも対戦したいですか。うわあ、悩む。悩みますよね。いやでも同じチームがいいな、もう今は。毎日一緒にサッカーできたら絶対楽しいし。絶対そう、ソヨンと同じチームがいいです。でも試合もうしたんじゃないの。いや、ソヨンがまだ出れなかったんですよ、その時。あー、そうなん。はい、だからソヨンは外で見てたんですよ、試合を。あー、そうなん。あ、そうなんだ、はい、え、まだする機会あんの。あります。じゃあ楽しみだ。楽しみやけど、ちょっと見方がいいですよね。まあまあ、そりゃね、そりゃそうなんだけど。はい、でもめっちゃ楽しみです。見るのも楽しみだ。告知お願いします。はい、ぜひ見てください。YouTube で無料で見れるんで、はい、全試合。了解です。ちょっと応援は偏っちゃうかもしれないけど。絶対そうですよね。だってウンソンもいるんでしょ。そうですよ、ウンソンもいるんですよ。もう最強ですよ。それはちょっと偏っちゃうかもしれないけど、はい、もうだいぶ偏っちゃうと思うんですけど。ヘディングシュートすごかったね、明日。え、マジっすか。ありがとうございます。次のチームに決めたからすごいっすよね、逆に。このあー、すごかったあのヘディング。ありがとうございます。皆さん、テイストチェーンです。テイストチェーン最高。じゃあ、こっからは皆さんもっとフランクにお願いします。もう、はい、ラスト10問なんで、外食するなら丸々料理。韓国料理。でしょう。広島に美味しい韓国料理あるんですか。それが全然なくってか、知らなくって、やっぱ行けてなかったし、ただ最近見つけたっていうか、紹介してもらった韓国人のおばちゃんがやってるところで、はい、うん、すごい美味しかった。ちなみに韓国料理で一番好きなのは何ですか。うわ、むずいな。でも鍋は好きかな。結構サムギョプサルも好きだけど、なんか鍋系が好きかな。焼きめっちげーとか。そうそう、なんかああいう感じとか。べっちげーとかですよね。そうですね。でも麺も好きだから。じゃあ韓国のラーメンとかも好きですか。好きやけど、まあ、やっぱあんまり食べないようにしてるっていうか、多分食べ始めたらずっと食べたくなっちゃうから、うん、ただやっぱね、鍋とか最後締めとかに入れるでしょ。あれとかも最高だよね。いや、最高ですね。もうあれとかもなんかインスタとか出てきちゃったらもう見てらんない。はいはい、あの鍋の締めがおすすめはやっぱポックンパって言って、あのご飯混ぜたやつ。ご飯と、え、米ってこと。米です。あの麺をまず鍋で食べるんですよ、一緒に。ああ、そういうこと。はい、で締めはもうポックンパなんですよ、最後。やば、マジ胃袋強化必要じゃん。絶対必要です、キンガさん。わあ、超いい。それいいね。めっちゃいいです。もう味がもう最後の最後の味残ってるじゃないですか、あの鍋の。うん、あ、いいねいいね。この刻んだ野菜とかキムチとか海苔とか、うん、全部こう混ぜて、もうご飯と一緒に。あと、ごま油がポイントです。あー、たまらんね。もうごま油の消費量半端ないです。2人はさ、じゃあ帰ってきたら韓国料理でも出したらいいんじゃん。料理屋さんですか。うん、いいっすね。ちょっと学んできてよ。そうですね。でも日本人にハマるかな。結構太りますよ。なんか日本人そういうのなんかちょっと気にするじゃないですか。でもさ、韓国の人はどうなの。気にしないです。全然。
で例えばさチームメイトとかさ別にそんなさなんて重たい子とかいる？います。あーいるか体の作り違う気しない？うんうん全然違う。夜食で辛ラーメンとか食べるんですよ。あーでもなんかあんだもんね夜食がねそういう文化なんでしょ。だってめちゃめちゃあります。でも慣れやと思うんですよね夜食も。あーでもあると思うそれは。なんかだから胃袋も慣れたっていうか夜食に、うん、え、じゃあ2人も食べんの夜食？全然だよ。はいどうぞ。1年目の半年ぐらいずっと食べてなくてアンモーゴとか言ってたのに、うん、もう今普通に食べてます思考が変わりました。何時ぐらい食べんの？9時ぐらいですしかもチキンとかトッポギって餅とかこっちこっちのやつ食べます。はい。でもいいよねなんかそういう業には業に従うってすごく大事だと思う。はい最高です。でもそんなめっちゃ太ってないよね。太ってない。確かにそうだね。だからそういう問題じゃないんだね、うん、なんか多分気持ちの問題ないと思いますじゃあ鍋に備えて胃袋鍛えます。はいお願いします。ぜひ金賀さんの評価が必要なんで、はい、もう絶対花丸だからね教養です。これは教養ですじゃあ次いきます。はい。最近見た映画は？映画館で見たのはシング2。2だったかも。2だね最近やってたの、はい、Amazon プライムで見たのは何 ?42 っていうのかな。42世界を変えた男だった。野球の話。それは面白かった。金賀さんが今まで見た映画の中でもう一番これが良かったってやつなんですか？映画？はい。むずーそれ。もう人生でこれもう一番心に残ってるぜみたいな。なんだろう。ちょっと出てこないよそんな。二人は？いやアスタ結構ねあれ好きなんですよね。ショーシャンク。ああ。結構定番なんですけど。確かにいいねいいね確かに。良かったです。うち王道に君に言う物語まで。王道。あとあれも僕の妻と結婚してください。日本の映画？え日本の映画です。これめちゃめちゃいいんで見てほしいです。今日おすすめ。小田裕二。うち王としたもん。ねあのさ映画館とかでも泣ける？泣けます。泣けます。そういうタイプね。ひげさんどうですか？多分そういう人が隣にいたら泣けない。面白すぎた。泣いてる。じゃあ映画館の方が泣けるかも。ああなるほど。ちなみに映画館行ったらポップコーン食べますか？食べる。絶対食べる。ちなみに何味派ですか？あーハーフがいいね。塩とキャラメルと。間違いないです。うん。そうそう。めっちゃ食べる。めっちゃ食べるから絶対食べたい。ポップコーンそんな好きなんですか？いやなんか映画と言ったらじゃない。そうですよね。濃いポップコーンのキャラメル探しちゃう派ですか？あー探すけどどっちも食べたいね。あればっかじゃちょっと嫌だしね。わかりますこれどうでもいいんじゃん。これはいっちゃう。最高です最高です。こういうの欲しいんですじゃあ次いきます。はい。スマホでよく使うアプリは？ Google ナビ。 Google ナビですか？Google マップ、うん、マップか。 Google マップ。もうなんかお店も道も、お店っていうかもうなんかその辺行ってあお昼食べようってなったら Google で調べちゃう。え Google マップで調べれるんですかお店を？そう。知らなかった。一緒です。そうだね。 Google 信者です。めっちゃねえ大体ね。なんかその自分のいる地点からなんかちょっと近場で例えばじゃあ韓国料理とか入れたらバババーンって出てきて美味しそうなとこあったらすごい行くみたいな。え、すごい。これから参考にします。多分結構みんなやってると思うすいません、あの日本歴ちょっとだいぶ遠ざかった。そうだな、離れてます。はい、だいぶ、はい。え、韓国はそうなんじゃないの？ Google マップ使わないの？韓国はもうネイバーでっていう Yahoo みたいなやつ。あもうネイバーでその地域のパーって入れて調べたり、はいはい、あでもインスタでマップも調べたり。マップはまたネイバーマップっていうのがあって。おマップそれで調べないの？あしますそういうことだよ。それが Google マップ。韓国 Google マップ使えないですよ。あ使えないんだ、まあ、そういうのあるよね。でもだからネイバーマップでも同じ使うでしょ。同じ使い方は一緒ですなるほど。 Google とネイバーの違いですね。はい次いきます。
あ、はい、ここからちょっと恋愛モード3問ほど入ります。はい、どうぞ。憧れのデートプランは？ちょっとデートと離れるかもしれないけど、いろんな国に行きたい。世界一周とか、まあ、本当にいろんな国に行きたい。デートじゃないかもしれないけど。いや、でもすごいです。なんかやっぱ好きだよね、違う国のなんかいろんなの見るのが。いろんな国こう回ってみて、こう、なんていうんですか、あれですよね、自分の、なんていうんやっけ、何個感性を高めるんでしょ。あ、これ、そ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 れ、これ、ね、すごくない？それなの本当に。はい、それです。うちがよく言うんですよ。あ、そういうこと。感性を高めたいってよく言ってるんで。あ、そういうこと。いやでも本当にあるよね、そういうのって。やっぱ日本で見ない景色もあるし、なんかそういうのに触れて逆に日本の良さも知るし、どっちのなんかいろんな良さがあるから好きかな。じゃあ将来海外に住みたいとかありますか？そういう時期もあったけど、結局日本に住むんじゃないかなって思う。あんまその長い間ずっと住んだことないから分かんないけど、まあ、別に海外住むのも嫌じゃないけど、なんか本当なんかこういう半々とか行ったり来たりとかの生活がいいかな。うん、次行きます。はい。好きなタイプ、好きな仕草は？タイプはなんか性格がかっこいい人、なんか見た目とかそういうんじゃなくって、こう自分とかじゃなくて人に対して優しいとかもそうだし、かっこいい感じとか見えると、あ、この人いいなって思うかな。そうですか。ギャップがある人が好きかもしれない。やっぱ違う一面見たりとか、なんかあんまり人前でベタベタとかもあんま好きじゃないし、もう別に2人でいいんだったらまだいいけど、こうなんかみんなといる時とかだったら、もうなんか別にみんなそれぞれでいいかなって思っちゃう。自立してますね。いや、それぞれだね。はい、次いきます。はい。愛とお金どっち派？どっちもなきゃどっちも成り立たないでしょ多分。愛にもお金必要だし、お金あっても愛なかったらつまんないし。でもです。あ、でも、でもやっぱ一人だったら寂しいから愛がいいかな、最後は。でもお金必要だわ。はい、ですよね。でもまあ究極、まあ確かに選ぶとしたら、まあ、愛が必要かな。何でもつまんなくなっちゃいそうだし、それないと。間違いないです。うん、次います。あ、恋愛モード終わりです。はい。部屋にある一番お気に入りのものは？なんか最近バルミューダのコーヒーメーカーっていうか、それをゲットして、それは何がいいって音がいい。へえ。なんかね、すごい静かな音で、別に味も普通に美味しいけど、まあ、味は豆によって違うと思うし、使い方もまあ簡単で、なんかその音が心地よくて、まあ、気に入ってるかな。へー。次いきます。無人島に一つだけ持っていけるとしたら何を持っていく？無人島、人。はい、え、人を持ってきますか？人。なんでなんで？あのね、自分も人なんですよ。うん。それでこの間ユーリの撮影した時にユーリも人やったんですよ。うん。で、なかなか人っていう人いなかったんですよ、今まで。そうなの？はい、あ。それで次誰やろうっていう話になったんですよ、その時も。そうしたら、この二人と一緒かよ。めっちゃ嫌だ。いや、金賀さん、うちの考え的にやっぱ変わってる人って人選ぶよねみたいな感じだったんで。うわー、きついわ。めっちゃ嬉しい。普通に正当化された、金賀さんが選んだことによって。やっぱ理由は一人が寂しいからです、うん、あ、そういうやっぱ理由よね。はい、金賀さんは？いや、確かに寂しいのはあるけど、多分一人じゃ結構何もできないと思うんだよね、生きてく術が。一緒です。一緒かよ。一緒かよ。そう、だから知恵も欲しい。ちなみにうちなんで。朝子選んだ、ナオコ連れてくって言って。でも別にあれでしょ、お互いなわけじゃないんでしょ、だって、はい、一歩通行でしょ。はい。だって他に何持ってくるの？うちは火を起こすものとか、他の人はナイフとか。現実的だな。そうなんですよ。しかも、ナホなんて
キャンプ道具一式とか言い出して一個じゃないじゃん。そうね、そこはやっぱ人だよね。ですよね。これは正解はないんで、あの人柄が見えるってだけでありがとうございます。わあ、金賀さんと一緒。変えたいよ。ダメです、金賀さん変えるのなしです。これは強要です。これ何、取り直しとかない？今電波悪かったんじゃん。ないです、電波バッチリです。あ、そう。じゃあ次行きます。はい、広島のおすすめは？お好み焼き、やっぱり。もう行きつけの店が。行きつけ、うん、まあそうだね。まあなんかよく行くお店もあるし、本当に信じられないぐらいお好み焼き屋さんあるから。広島焼きが好きですか？うん、好き。お好み焼き普通の関西のも好きだけど、こっち来てやっぱめっちゃ好きになった。広島焼きとお好み焼きの違いは何ですか？そばかな。お好み焼きはね、本当に粉もんって感じで、焼きそばにちょっと、まあ、キャベツもすごい入ってるっていうのもあって、もともと焼きそば好きだから、多分それで余計好きなの。食べに行きます。どうぞ。連れてきます。それはやった。そこはじゃあ金賀さんラストです、30問目。はい。10年後は何してる？ゆっくり生活してたい。サッカーしてないんですか？サッカーしてない。生きれる、してない。でも見に行ったりとか、サッカーに関わってたりとかはもしかしたらしてるかもしれないけど、ただゆっくりもしたいかな。なんかやっぱ飲食店したいのかもしれないなって最近思ってきて、なんか全然そんな、あの料理しないから、なんか別にその料理が作りたいとかじゃないんだけど、なんかこう人が集まる場所っていうか、こうワイワイする場所、なんかそういうのを見てるのが好きだから、まあ、そういうのをなんかこう最近思い始めて、まあ、実家もね飲食店してるから、なんかそういう影響もあるのかなとか感じてます。常連になります。開いたらあの来てください。拒否した方がいいですよ、常連は。大丈夫、そのうちそのあの裏で働いてもらってるかもしれないから。イエーイ、何でもやります。なんかそうやってね、みんながこう寄ってくれる場所っていうか、なんかそういうのがあっていいなって思ってます。最高の30問目でした。ありがとうございます。ありがとうございます。